女子ゴルフキャットレディース最終日18日大箱根 CC= イコールパー7217位から出た神谷空21イコ 21= 優先ロジスティクス第1イーグル5バーディー1ボギーの66をマーク通算8アンダーの6位で大会を終えた頭の中ではミドルで計算していた470ヤードの1番パー5でラク楽ラ々と2 4 3メートルを沈めて おはようイーグルが飛び出し、会長にスコアを伸ばした。ただ、17番パー3ではティーショットがグリーンに乗らず初ボギー。他にも自身の中で反省点が残ったが、6月の宮里愛サントリーレディース以来、8戦ぶりの1桁順位に、今年予選を通過しても結果が出ていない状況の中では、自信が持てるきっかけになったラウンドだったかなと前向きに語った。 22年11月の2度目のプロテストで合格竹田れを川崎春夏櫻井ココナ尾関綾美由らから1年遅れてやってきたダイヤモンド世代出作期は2勝してブレイクした今季は予選落ちは1度だけだがメルセデスランキング27位といまいち乗り切れない最もゴルフの感触は悪くなく調子自体はいいけどそれに見合った自信が持ててなかった 心身がかみ合わない間に今期は同世代の武田が4勝川崎もこれで3勝目だだが今の状況はどこか懐かしい私がプロテスト受かる前にはるかちゃんがメジャー優勝して綾美優ちゃんが優勝して自分何やってるんだろうとでもずっと戦ってきた同級生が優勝できるんだから私もその舞台に行けると思ってプロテストは楽になった 今少しその状態に似てる。今回の川崎の優勝も自身の励みになった。2週続けて初日は川崎と同組、1週前の予選落ちから立て直して優勝した川崎の姿を、初日の彼女のゴルフを間近で見ているので、そこに達したら自分が今度は勝てるのかなという風に考えられるとポジティブに捉えた。精神的に上向いて、次週は韓国ツアーハンファクラシックに初参戦。 最初は前衛も出場の可能性がまだあったので何回か断ったけどでもいずれ海外に行くためには違うツアーも経験したいと思った行きたいと言っても簡単に行ける状況じゃないので出ようと決めました気持ちを新たにしたダイヤモンド世代の飛ばし屋が韓国から日本に吉報を届ける